UFO 和尚の言いたい放題。こんにちは。濃尾平野の北の端、岐阜県各務原市の里山の裾野にあります高野山真言宗賀了山主学院高家寺の住職北川雄智こと、ハンドルネーム UFO 和尚です。今日はちょっと短いお話なんですけれどもね、今こう土用の問題が終わりまして、この季節の変わり目ですから、まあ、うなぎを結構食べられる方が多かったと思うんですけど、ちょっとそのうなぎの話、ほんの短い話ですからご了承くださいね。あるお魚屋さんから実は聞いた話なんですけれどもね、あるお客さんが毎月2匹の生きたうなぎを購入されている。それも10年近くもの間で、そこでそのお魚屋さんが思い切ってそのお客さんに尋ねられたんだそうです。毎月うなぎをさばいて食べられているのですか。毎月2匹ずつだったらしいんですよ。でそこでお客様がね、なんて答えられたのかっていうと、感謝の気持ちを込めて毎月2匹のうなぎを川に戻しているだけですよと答えられたそうなんですよ。でその魚屋さんも感動されて、自らも月に2匹の生きたお魚を、まあ、海なり川なりに放流されるようになった、まあ、できるだけ取れた場所、近くの取れた場所で放流されるようになった、こういうお話です。でこれを聞いた時、私はああいいお話だなと思ったんですね。これは仏教でいうと法上会にあたるかなと思います。もちろん私も環境省登録の環境カウンセラーですから、環境問題ということから考えて生態系を考えると、何でもいいからこう豊穣することがいいかというとちょっと違うんですね。例えば北海道の魚を持ってきて九州で流す、これはやっぱりちょっとやりすぎですよね。できたらこの近隣で取れたものをその取れた場所に近いところで豊穣してあげる、これが大事かなと思います。これだったら環境問題に対してそこまで大きな問題はありません。しかもその捕まえた魚はできるだけ在来種であること、外来種じゃない、まあ、そこまで本当は考えたいところなんですけどね。でもこの2匹の魚を逃すという、もちろん生態系を考えてせねばならないことなんでしょうけれども、この命の尊さを知る上ではとっても大切なことなんじゃないのかなと私も思います。もし日本中の人がこのことに目覚めると、命の尊さというのを本当に大事にするんじゃないかな。先ほどこの私のこの記録を読み直してみましてね、あって感じるところがありました。真剣にうちのお寺でもこの法上会をちょうどこのお盆の時にね、検討せねばならないなというふうに感じたんですけれども、今日は間もなくお盆です。ですから法上会につながるこのお魚を2匹逃した、そういう実際のお話について述べてみました。いかがですか。最近の魚屋さんのお魚って死んだ魚が多いので逃すことはできませんけれども、そうした命に対しての思いというのを見つめてみるってとっても大事なことかなと私は思います。今日は毎月2匹のうなぎを放生している、そうした人がいるというお話でした。ありがとうございます。